ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。この間新潟に帰ってきて、その帰りに東京駅の中のグリコショップに行ってきました。なんかこうグリコのお菓子とか変わったお菓子がガーって並んでるお店です。そこで大好きなもの発見したんで買ってきました。冬の口溶けポッキー不揃い品。じゃじゃん、グリコ。神戸グリコ工場生産、冬の口溶けポッキーココア仕上げ不揃い品。俺本数違い、形は不揃いですが美味しさはそのまま。特別価格でご提供するお菓子のアウトレットです。 196g。 製造工程でちょっと欠けたり折れたり、見た目の基準をクリアできなかった製品たち、美味しさそのまま、特別価格でご提供するお菓子のアウトレットです。冬の口どけポッキーといったら、僕が毎年冬楽しみにしている商品です。今年も何箱食べたか分かりません。で、その冬の口どけポッキーが確かコンビニで200円、210円くらいなんですよ。で、調べたところ 60g 入り、210円くらいで 60g と。で、こいつ 196g 入りで、値段なんと300円。要するに普通にコンビニで売られてる商品の3倍以上入って300円なんですよ。100円高いだけ。普通にこの量買ったら700円ぐらいいくってことだよね。半額以下です。ただね、バキバキだったら嫌だけど、どんくらい不揃いなんでしょうか。これで工場のね、製造過程をクリアする厳しさが分かっちゃうね。どんくらいで売り物になんないのかというとこですね。おぉ、わお、見た感じめちゃくちゃ綺麗なんだけど、すげえたくさん入ってる。袋に不揃いって書いてありますね。早速1個開けてみます。あー、ほんとだ、上の方が折れてる。これどうやって見分けるんだろう。これ人の目で1袋ずつ見分けるのかな。あー、なるほどね。こんな感じにね、こうチョコ塗ってない部分が結構折れてますね。正直全然いいけど。ほんとそのまま。見てみよう、ちょっと。ほら、こうやって見ても何も折れてないみたいだよね。チョコがついた部分はなんか折れてないですね、あんまり。うん、ほとんどがやっぱ折れてないよ、その。この辺もチョコがついた部分は全然折れてないっす。持つ部分ちょっと折れてるぐらい。で、この辺がちょっと折れてるね。うん。こんな感じに折れてますね。まあ大したことないね。はい。一番激しいのはこんな感じね。一本折れてるぐらいやん。いや、てっきりもっと失敗作の寄せ集めみたいなイメージだったんで、もっと買ってくればよかった。東京駅まで行って往復したら結局コンビニで買った方が安くなっちゃうからな。別にこれとか持つとこ全部折れてますけど、男は黙って。うん、うまい。今調べたら、なんだこれ、グリコネットショップでもまとめて売ってます。これが8箱で2400円。まあやっぱり300円だよね。これ8箱って普通に買ったら24箱分くらい、ポッキー多すぎるいやでもそれぐらいヘビーユーザーだったらお得。まあ、そんなにいっぱいポッキーを食べる人いるかわかりませんが、動画の概要にリンク貼っておきます。で、それ以外調べたら、グリコショップは、まあ、僕が行った東京駅、あと道頓堀とかにもあるみたい。わざわざこれ目当てで行って買っちゃうと、交通費で結局普通のポッキー買った方が安くなっちゃうと思うんですけど、もし立ち寄る機会があった方、行くとお得かもしれません。バイ。僕のゲーム実況のチャンネル、ヒカキンゲームズがオープンしました。 PC の方はこちらのアイコンをクリック、スマホの方は動画説明欄のリンクからぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではヒカキンゲームズで待ってます